はいどうも、ニーヨです。嘘だろ、もういいよ。はい、バイバイです。はい、今回もですね、シティーズ、スカイラインズやっていきたいと思いますけれども、まあ、前回ですね、スタジアムというものを建てました。そして新たな区画みたいなものね、なんかそういえば街が大きくなるたびにちょくちょく併合できるようになりましたみたいな話がツイッターバード言っててくれたみたいなんですけど、あれ無償でできるのかもしれないなって編集しながらちょっと思ってたんですけれどもね。と言いますことで、今回はその開けました新しい区画、それをまあより良くしていくということですね。まあわよくばもう一区画ぐらい取ったろかなってワイワイはそう思ってます。海岸線沿いぐらいはね、ワイワイのちょっと敷地にしたいなと思ってますんで、まあ、そこら辺にご期待いただければなと思います。では本編いきましょう。クリスティーナ・アギレラっていう名前は聞いたことあるんだけど、何してる人か全くわからないんだよね。秘書だよ。市長は前回ね、これを作ったと思います、スタジアムで。これ冒頭でも説明したと思う、これを2度3度繰り返して市長は言ってるんだけれども、このスタジアムというところに車がいっぱい止まっててね、さっきお見せしたこの道、ちょっと細い道を引いちゃったんだけれどもね。ただこの細い道でもあんまり車通ってないからいいんですけど、今は少し流れてきてるわけですよ、この人たちがね。ただ問題がちょっと発生しておりましてですね、まずこのマーク、消費者が不足しています。どこで見たね、 H&M で一回見たやつなんですけどね。だここに人が、まあ、行ってないんや、行きにくい状態なんやってことがまず分かるな、ここ でもう一個、これ初めて出た健康被害や、市民が病気になりました。でこれもうまいこと言ってないし、まあ、ここら辺騒音問題があんねんけど、市民が病気になりましたって書いてるんですよね。で市民が病気になりましたっていうところ も合わせてね、ちょっと今回、まあ、あっちの街をこっちを開拓していきたいっていうのはもちろんあんねやけど、それと合わせてまず建てたことないやつ、まあ、この病院をまず建てなあかんのよ。これ行き届いてないからこう病気になるからね。むしろあっちなんかもう、もし人が住むんやったら全然あかんからね。ここら辺に病院を、シャネルタイン周辺に病院を、あと火葬場、まあ、新しいよね。これなんかここに墓地があんねやけど、この墓地で多分賄いきれへんような、まあ、ところとか、まあ、ちょっと幸福ゲージみたいなのが上がるのかな。あともう一個見つけたんやけど、水のところでこれ下水処理施設、これはねみんなね、声を大にして言うよ、我々が今所有しているこの絶景のエメラルドブルーのこの海ね、ほら、まあ、あんま見た感じほら分からへんやろ、どこが汚れてるか。ほらどこが、こっちが汚れてんじゃん、こっちが汚れてる。ただこれはやっぱよろしくない、この状況では人も来ん。だからここはまだ綺麗やねんけど、こっから流れてくる下水をなんとかせんやならんっていうところに、これうまいこといくと思うねん。これ願ったり叶ったりの施設やんか。これをちょっとね今回は建てたいと思う。まあお金はね今足りてるんですけれども、ちょっとまあ徐々に進めていきたいなと思いますんで、そこら辺合わせてね今回はお送りしたいと思いますね。だってこのとこに道かなんか建ててもてるけどね。これもうええか、これ診療所建てるか。ちょ今お金があんまりなくてね、これ病院建てたら今度他の施設建てられへんようになるのよな。だからここら辺にちょっともうオッケー、診療所建てとこう。結構病気が多かったんよ。え何これ、これなんかドクロのマーク出てんねんけど、このドクロのマーク何、ちょ見てみる。霊柩車を待っています、霊柩車を待っています。えどういうこと、何が足りひんねや。えそれあれか、これか、これが、あ火葬場の充足度がゼロやわ。はあなるほど、火葬場建てなあかんわ。え火葬場じゃここに建てる、えちっちゃえ火葬場って普通さこういうとこにあるよな。えこれじゃ騒音とか出んの、騒音も汚染もゼロか。あじゃあ近くに建てていいんや。え火葬場じゃどこに建てよう。ちょっとこの神田が結構栄えてきてね、神田めっちゃ神田だけなんかビルが立派やねんけど、あこの近くに火葬場建てます。みんなできたよ火葬場。火葬場ねここにこう2つ建てました。これなんか死者がどうのこうのって言ってたやつね、まあ、ここに墓場があるんですけど、あっちのやつはもうなくなったみたいです。マークはこれをつけることによって、まあ、なんかこの近くは鐘みたいな音が鳴って、さっきちょっとね霊柩車が動いていったんですけど、まあ霊柩車また見つけたらね皆様にちょっとご案内しようと思います。ご案内は違うか。あーこれを建てたいな、警察本部。なんか警察のねこのここほらさ留置所、留置所って何、
あれそんなんあんの、これあれか、また留置場別なんか、なんか留置場の充足度がかなり減ってきてるぞ。ほらこう本部建て、そもそもそうか、建物自体は犯罪率も下げるけど留置場的な意味合いもあるんだ、場所的意味合いもあると。あ、じゃあどうせやったらこの警察本部建ててみようか。そうやな、どこに建てた方がいいんやろな。まあでもなんかこっちの方にここポンポンって2個バランスよくあるから、こっちに建ててもいいかなと思ったりしてんねんな。まあ、どうせここら辺今回広げていこうと思ってるから、何にしようかなと思ってんだけど、ここ何にしようかなって思ってうるさいだけ、ごめんごめんごめんな、みんな今耳がおばぐり召されたかと思うんだけど、ここら辺ちょっとじゃあ置いてみる、置いてみましょうか。もう置いてみんで、ここにこれなんかえ、これ本部ほんまにめっちゃ小規模じゃない、なんかここに本でめっちゃ水槽置いてません、なんか三角形のめっちゃ水槽置いてるこれ。いやなんかな、違うねん、なんかやっぱなアレンジが効いてないっていうかな、街づくりにアレンジがないねん、だからなんか思んないねん。普通に街作るんならどうぞ ご勝手にってなるやんまあなってんやろうけど、みんなはもうなってるんだが、やっぱだからみんながしないようなことをしていかなあかんと思うね、俺は。そういう義務がある、逆に言えば。あ、新しいものをちょっと建てていかなあかんやな、これとか。こういうの作っていく、なんかこの作ったことないやつあるか。じゃあみんなこうメリーゴーランド公園って俺作ったっけ、なんか作ってみてんけどさ、めっちゃ寂しいんやけどなんかここだけなんかめっちゃ出来損ないの遊園地になってんだけど、これちょっと誰か乗らへんかな、これ誰か乗らへんか、見てみよう。あかんな、やっぱ不人気やな。いやだからこのままこれやからやっぱあかんねんって、一緒やって、街づくりも公園づくりも一緒やって。だからここでだから俺がなんか変えていかなあかんねんってちょっと待って、何も言わんといてみんな、まあ何も言わんといて、まあ何も言わんといてな、俺はただこの公園をみんなに見てほしいから、一手間くだ手間ちょっと加えてるだけで、じゃ大丈夫でな、あんま焦らんといてみんな。これなんなこれえ、これなんなん、なんかいきなり上履きみたいなやつ出てきてんけど、上履きをどうせって言うの俺に。え、これ何、これはなんなん、堤防、あー堤防とかあんの、お堤防いや、いるいる、絶対いる、あった方がいいに決まってるやん、堤防なんか。メリーゴーランド公園やで、ここいやちゃうねんちゃうねん、なんかちょっとここに俺岩をアクセント欲しいねんな、もうこれ邪魔やな、この家潰せもうできたここだけまるでハワイやろ、まるでハワイの公園ができてんで、絶対行くに決まってるやん。え、逆に行くやろ、行かないっていう選択しかないもん。この横の家なんか俺がここを隆起させることによって庭一部隆起してしもてるからな。あーなんか出て壮大な都市に、変わりました。太陽熱発電所が増えましたね。あーこれぜひ建ててみたい、じゃあ融資もしていただけるっていうことでね。これなんやねんやろ、山中で埋めた、山中でどこの中学校やの、知らんわ。1万マスの産業区画に建物が建っている。あ、そういうの達成したら初めてユニークなやつ建てれるってことのやったんだ。あそうなんや、まあいいや、とりあえず1万9000に行きましたってことでね。俺ここの公園が早く栄えへんかなと思ってるけど、これベンチこれベンチそう、あ来た、初めて来た、誰や、アシュリン・ホームズ、おーアシュリン・ホームズえ、倒れ込んでしまったんですけど、あ、新しい人来た、スティーブン・ハンター、なんかかなり冒険家みたいな名前のやつが多いな、ホームズであったり。何やねんこれ、何をしてるんだお前らは、こんなうじゃうじゃとこんなとこで。俺最初何のオブジェクトか思ったもん、これバスかなんか待ってんのかなこれ。さあということで、こんなところにね、新しい観光が地域ができたんで、ね、ここに堤防がちょっとありますけれども、まあ今回最初に言っておりましたですね、下水処理施設やな、下水処理施設が必要であると。これはどういう風に建てんの、お水を流してはいけないよって言ってんねんな、これで水辺に建ててる感じするよな、このまま行ったら。
っていうことはここら辺にポンプみたいな感じになって立てろってこと、まあ、ここの、まあ、この岩はね潰していいんで、これこういうことやんの、え違う、こういうことじゃない、こうやんな、もう一個ぐらい立てとく。でこいつをとりあえず消し去りたいのに、できることなら。だから一回これこうやってつなぎます。あ、これつながってる、こいつ勝手に、あ、勝手につながってるわ。オッケーオッケーオッケー、これで多分こいつとこいつは動くと思うねんけど、これをほかしていいものかっていう話だよな。こいつ一回潰してみていい、こいつ、これ一個潰しました。まずね、これで下水処理施設の住宅大丈夫やんな。もう一個潰してみましょう。これどうやる、大丈夫かな、これでもまあ大丈夫そうやな。じゃあこれ潰してみる。あ、ちょっと減った。いや、これでも行くしかないよな。せっかくやったんやったらこれで OK、 こうしてさ、これで埋めようや。え、絶対その方がいいやろ。だって後々こっち一応観光区画にしていくからさ、これでいいんじゃない。これで多分充足度が上がると思う。ほんだら下水が出えへんのじゃない。出えへんってわけじゃないの、それどうなんやろ。ちょっと一回この様子見てみようか。なんか俺の見間違いじゃなければより汚なってません？え、より汚なってますよね。エリア拡大されてますよね。あれ、あれ前ちょっとここぐらいまでじゃなかった？これ効果なしか、稼働しないってわけじゃないやろ。あれ、まあ、もうちょっと様子見てみようか。ちゅうかさ、これ利用されてる、これ鉄道駅。これなんか先週の乗客数もゼロなんやな。これ俺なんか間違えてるよな絶対。そらこんわっていう多分理由があんねんで、それちょっと調べてみようか。これお、こういうことか。ちょっと待てよ、今ちょっとなんかちょくちょくっとクリックした、動いた、やっと動きました。名残や、マジか、やっとやん、来たな。汽車を待つ君の横で長かったな。行って、しかも帰ってくるようにしてますんで、こっちから多分ね、この電車じゃないかもしれないけど、帰っていく電車がまた見られると思いますね。やっとや、ほら、帰ってきた、そのまま、ほら、線路をね、なんかちょっと選択したら、ちょっていじったらできました。よかったよかった、これでちょっと喜んでもらえたかな。ちょっとさ、ファミリーマートどうなったか見てみる。ファミリーマートって今、どんな感じなの。あ、もうちょっとやん、もうちょっとでマックスまで行くやん。これファミリーマート、もうちょっとやっぱり、いや今んとこどう思う、これファミリーマートこれで売れると思う、みんなのもう価値観で考えて。俺はこのままやったらこのファミリーマートわかんと思う、やっぱり。ちょっと待って、ちょっと世直し入るわ。お、なんか新しいやつ知ったぞ、へこんでいくぞ、なんか。なんていう、これあれちゃう、あれ世界遺産だね、世界世界遺産。ちょっと待って、みんな世界遺産できた、こんなとこに世界遺産で、これ絶対ファミリーマート儲かる、絶対儲かる、これみんな見に来るもん。あ、これやばいんちゃう、人がちょっと落ちるから、だって画面がもう見にくいからさ。あ、これやばい、これやばい、ちょ、人がここに落ちひんようにだけしとかなあかんかもしれん。 OK、 これで大丈夫や。危ない危ない、みんなここだけほんま気ぃつけや、落ちるからな。ほんま世界遺産でも守ってくれてるからいいけど、ちょっとここら辺にも立てとくか。危ない危ない、いや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 、師匠っていうかもう神の力を手に入れてしまったから今。危ない危ない、でもこれここにあるのか。なんかここに立ってどこかな。やかんわ、みんなもう遠すぎて何が立ってるか分からない。普通にだってこのキーとか立てようとしてこれやで、遠すぎんねんこれ。やっぱクレーター開いた、あのとこに。え、俺あんなんできんねやった、ちょっと違うことしたくなってきた。ちょっと待って、ワクワクが抑えられへん。あのね皆さん、今ねちょっとここと決めた場所にですね、まあ、あの神の裁きを下してるんですけれども、ただかなりめんどくさくて、この
木を処分していくっていう作業が非常にこう面倒くさいんですね。あのもうこれをやることによってもちょっと市民の税金を使いすぎてですね、お金が全くないんですけれども、まだちょっと別のことをしながらね、これちょくちょくご報告していきたいと思います。ここのエリアは、いやこれ絶対なんか分からへんと思うな。さあということでですね、まあ、ちょっとここに今新しいものを設けてるんですよ。まあ、何が来るかね、ちょっと今真っ暗で見えないと思うんで、絶対みんなには分からないと思うんですけれども、あ、ここ模様してるな。ちょっとあれやね、消防署が足りてない感じもするかもしれないけれどもね。で、あとゴミがね、ちょっと足りないみたいな感じになってて、これ今ゴミマークが結構出てるんですよ。今ね、ゴミの焼却場とゴミの施設をね、作ったんですけれども、これ。ほら、焼却場もゴミ処分率もね、あ、今は大丈夫やと思うんで、だから多分ちょっと時間が経てば治っていくんかと思うよね、これね。多分ね、ほら、少しずつ消えていってるね。オッケー。まあ、何しか今回はね、1万9000人で、なんか壮大な都市っていうところまで行きましたね。で、なんか最初にね、ちょっと工業地帯がもうちょっと作った方がいいよって書いてあって、だからここに伸ばしたんですよ、実は。ちょっと分かりにくいけど、ここ伸ばしました。あと、住宅の部分もね、若干ここに伸ばしてます。今度は商業区画を作ってくれと、まあ、そういう風な、お達しがありますんでですね、まあ、できればじゃあここら辺に作っていきますかっていうところなんですけど、今もう気づいた方もいらっしゃるかもしれない。そうなんです、右2つのマスを買いました。これちょっとねここ見てもらったら分かるんですけど、これね10700って10700やって10000って関係なかったね、ここのゼロ関係なかったね、10700やねん。ってことは、ま、バンバン買えんねん、正直買おう思ったら。それに初めて気がつきました。ということで、こことここ2つを今買いました。はい、ここからは珍しいんですけれども、コメントを返したいと思います。師匠はね、君たちは見てないと思ったか知らないけれども、好きかって言ってるだろうねえ。それで確認しちゃったんだよ。心は十分傷んでるけれども、でそのコメントをねちょっと返していこうと思いますね。まず、今回ちょっと自分で先に見つけてしまったんですけど、まあとりあえずあれですね、海の問題ですね。海が汚いよって言って、早く下水処理施設をっていう話がちょっと市民から上がってたみたいなんですけど、まあ今回とりあえずそれをねできたかなと。まあちょっと時間を経過してそれを見たいなと思うんで、まあ少し黙っとけほんで少しお待ちいただければと思いますけれどもね。で、パート5、まあ今までパート4まではため撮りで撮ってたので、ね、本当に2ヶ月前に撮ってたんだけれども、ただまあ、パート5、パート6とこうやってちょっと間隔をね短い間隔で撮っていっているもので、パート5のやつを今返してるけれども、パート5だけに関して言うたら YouTube の話しすぎな YouTube で、まあ、分からへん人がおると思うから一応説明しとくけど、ちょうどパート5が上がった時に私の YouTube のアカウントが停止されまして、 YouTube にただ、まあ、それ誤った番だったんですよ。でその数日後には復活したんですけれども、そのまあ上がった時が停止されてたもんやからね、あーきっと悪いことしたんだというような話がひたすらまあ上がったり、いや治ってるじゃないかっていう話が上がったり、まあそういったこともしてましたよね。ただまあパート6に関してはまあ関係ないんでね、いつも通りできるかなと思いますけれどもね。さあ次、これはね普通にあったコメントで、借金を先に返した方がいいんじゃないかっていう話があるんですけれども、そう借金はねもう実は返したんですよ。見てないところでね、どんどんちゃどんどんちゃからクイーンの曲が始まったあたりからね、実は融資はね返したんです。で全部返した上で、このお金を貯めていってるんでね、まあ、特に今の感じで言ったらもうお金は全然困ってないんですけれども、ただまあ借金ね、それは返すところを見せられてなかったんでね、これは返しましたっていうご案内ですね、ご報告ですね。あとね、まあワイワイがね笑かそうとするっていうか、まあネタみたいな感じのところ挟んだ時にね、はクエスチョンっていう組み合わせが結構これよく見て取れるんですよ。で、はとクエスチョンの組み合わせってちょっと前にも言ったことあるんですけど、非常に実況者の心に深く突き刺さる言葉なんですだからあ、まあ師匠、今は師匠ですけれどもでね、まあでもそれを、まあ、言ったその免疫をつけるために俺はこういう話をしてたわけ。はクエスチョンは傷つくんだよとか言ってたら、まあ言われてもネタになるやんか。ただ今回ねそれ以上に厳しい言葉があってね、あんま思んないなっていうコメントがあったんですよねこれはね、は
クエスチョンよりももうよほどぐさっと突き抜けたっていうかな、うん、心を突き抜けた言葉でしたね。まあこれあえ、まあ、自分を守るためにこういう言葉も再度、リマインドしときますけれどもね。 あとこんなもあったね。そういやあのね、明日まだだよって言った時に違う違うって言って違うこと言い出した時に、あの二度としないでっていうコメントがありましたね。わかりました。あのねの後にあの芦田愛菜さんの組み合わせは二度としないように心がけますんで、以後ちょっとあの確認ぜひご確認いただければなというふうに思いますね。あ、そう、最後はね普通の話っていうかね、あの土地のお金に関してなんですけれども、今回動画で触れたと思うんですが、まあ、桁が違うかったってことですね。お金減ってないって錯覚してたんですけど、桁が違うかった問題がありました。とあとね、まあ、あのこのスタジアムを建てた時とかにいう話、ちょっとパッて見たコメントなんですけど、まあ、あの前からねダウンロードコンテンツがあるってことは知ってたんですよ、このゲームに。それは無料のやつも有料のやつもあるのかもしれないし、まあ、誰か人が作ったマップとかもあるとは思うんですよね。でなんかそこにはね本当に例えばエヴァンゲリオン系の建物とか銅像っていうかなとかがあったりするよなんていうコメントもあったりして、ちょっとあのそれも考えてみてます。今のところね正直ワイワイのこの街ってまだどれぐらいなんやろ、やったことある人しか分からへんと思うから、分からへんやけど半分も行ってないと思うね、これマックスの街の大きさから考えるとね。で完璧にいい街にしようと思ってるわけじゃなくて、そんななんかすごい一番でかい規模というのを目指してるわけじゃないんですけど、ちょっと行き詰まったなと思った時にぜひちょっとダウンロードコンテンツね使っていこうと思いますんで、その時はねあのまた その部分もね教えていただければなと、コメントか何かでね教えていただければなというふうに思います。また、最後ここのこのパート6のコメントに関してもねできるだけパート7で返していこうとは思うんですけれども、ただあの毎回毎回返したら尺めちゃめちゃ伸びきってしまうから、どっかでまとめて返すかもしれないということだけねお伝えしておきたいと思います。まあ、ただあのコメントは見ておりますので、ぜひ、コメントしていただければなと思います。さあということでバカな市長な街づくりパート6いかがだったでしょうか。今回本当に珍しく、久しぶりにというかな、あのコメント返信というものをちょっと入れましたけれども、ただあの、まあ、ぜひコメントをしていただければなと思いますのと、あとまあ今回はね、一応そのスタジアム周りを開発しようということで考えたんですけど、あんまりその街開発の部分はねできませんでしたね。ただその代わりといってはなんですけども、市長というよりも神のごとき、街開発といいますか、まあ、そういったところが見れたようなパートだったかというふうに思います。であの次回はなんですけど、まあ、もちろんそのスタジアム周りも、まあ、当然なんですけど、まあ、ほんで前にねコメントでいただいてて返せなかったんですけど、列車をね走らせることに成功しましたね。であれも合わせて今回あの2つマスを右側に買いましたんでね、そのマスを今度はどのようにして広げていくか、まあ、列車をどのようにつなげていくかなんていうところをね、ちょっと考えてやっていければなというふうに思います。またよろしければ、次回もご覧いただければと思います。お疲れ様でした。